はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、安田でございます。白血病、糖尿病、生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。はい、マスクなんですけどもね、サムネイルも書いてる通りなんですけども、奥さんが寒い、乾燥してきたっていうのを言うて、こうマスクをね、つけ始めましたね。まあ、次男も真似をして、子供用のね、シンカリオンっていうアニメの柄が入った子供用のマスクをですね、するようになりました。まあ、そのようにね、用心できるところで用心してもらってると僕も助かります。まあ、奥さんは夜も寝るときにね、寒くなってきているので、長袖長ズボンのパジャマを着始めました。まあ、まだ早いかと思うんですけども、掛け布団出しておいてってね、言われて、先日に晴れた日にですね、圧縮袋からこうベリベリって開けて取り出してですね、天日干しをバサバサって天日干しをしました。まあ、僕と息子2人はその布団をね、蹴散らして寝てます。まあ、息子らはですね、寝に入るまではこう布団に埋もれたいのか、埋もれて気持ちいいのか分かりませんけども、まあ、でも朝起きると確実に何もかかってません。最近は少なくなりましたけど、まあ、パジャマもパンツも脱いでる日がありましたね。まあ、僕は着てますよ、ちゃんとね。まあ、夜中僕がこうトイレで起きた時にはですね、ちゃんとタオルケットをこうかけるんですけども、まあ、すぐ脱出しますよね。まあ、気温が下がってきていますので、日中はあったかい日もありますけども、まあ、子供に風邪ひかれてね、うつされたらたまったもんじゃないですからね。まあ、自分をね、守るためにも子供を守ってあげないといけませんのでね、忙しいです。でもまあほんまにね、こう用心できるところで用心しててええと思うんですよね、本当に。まあ、皆さんもですね、手洗い、うがい、マスクで前向きに用心していきましょう。あとね、その、まあ、暑いからってね、こう冷やしすぎるのもね、あかんらしいですよ。まあ、最近はちょっと涼しくなっていて、まあ、まだ暑い日はありますけども、こう体があったかい方が脂肪も燃焼されやすいらしいです。とね、まあ、誰が言ってたか忘れたんですけども、まあ、勝手にアホで調べてください。皆さん、今日は以上でございます。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。